円水天守聖神堂は台湾台南市円水区西門路19号にあるカトリック台南教区の教会及びその聖堂である。中国宮廷式建築によって建造され、聖堂内部には中国画の技法により描かれた聖書物語の場面やカトリックの聖人像が飾られている。聖堂に隣接して聖クララ海円水修道院が設置されている。 本聖堂は中国宮廷式長方形建築を採用し、再天殿と称する。聖堂内部には赤色の円柱に数々の祝が記されている。その髪型の丸天井には、キリスト教のモー瀬の十回信、望む、愛などがテーマとして描かれ、竜が玉を奪い合う図柄などの中国伝統の装飾が円に施されている。このような装飾は、 また寮の上にも見られる。長方形建築の一短編に祭壇が設けられ、後方の日地には中国画風にアレンジした最後の晩餐が描かれ、画中の人物も中国人の顔立ちをしている。また、漢服を着用し、箸を使って饅頭を食べ、尺で酒を飲んでいる。最後の晩餐の髪型には三位一体の図がある。 古代中国のローブのような寒服に身を包んだ三つのイメージがキリスト教の三位一体を表し、その両側に描かれた寒服を着た数多くの人物は、中国の信徒も天国に登れば、神とまみえることを意味している。祭壇の向かい側の一辺にはまた小さな日チがあり、統治信徒の祖先を記念する位牌と航路が置かれ、その髪型には、創世記一から二章をテーマとした。 天地創造が描かれている。壁画の下部には、新約聖書に記された聖ヨセフ、四大福音師や、聖パウロのほか、フランシスコ会ゆかりの重要な聖人あるいは著名な、宣教師など13名が描かれている。長方形建築の両側、円柱の間、明かり取り窓の下には、十字架の道行きがある。通路の髪型には、 中華諸星より選ばれた中国本土の殉教者たちが描かれ、その最も左には、孔子と老子が、反対側には、女皇系、マテオリッチ、およびクレオートリが配されている。ただしクレオートリの孤児が架空であるとの疑惑が、提されてからその表題は、台湾原住民に対する選挙に取り組み、台湾最初の殉教者となった無疑欠神父に、改められた。 中国古代の手記長部の項を参照。ありがとうございます。